バーの気持ちだけは伝えたい。それを通じて渡るにもちょっとなんか数字に立ってくれればいいなと。参りました。もう一個先に入ってください。もいいです。すいません、もう一回ください。もう一度ちょっとずつ行こう。ちょっとこういう位置になってくる。はい、ちょっと見てます。はい、もうしまいます。すみません。わー、間違えた。スタート。ちょっと自分関係ではなくて人の関係だったので、人の言葉を人に伝えるってすごく難しいと思うんですね。それをだから大切に伝えようっていう気持ちはものすごくありましたね。だって大切なシーンですから、そこはすごく。それをやっぱ気持ち込めてやると、そう、気持ち込めてやると違う風になっちゃったりするんですよ。なかなかね、そう、できなかったのが、それは悔しかったですね。はい、どうも。はい、すいません。今、あと、名護、あと、上ぐらいあってくれば。そこは絶対合わなきゃだめだ。これは合わせないと。キャッチボールですね。キャッチボールしないとダメ。そう、ここでお互い。とにかく寝てましたけど大丈夫です。こっちよくて。ありがとうございました。遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。明後日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 だ。夜遅くまで。いやいやいや。朝早くまで。朝早くまで。朝早くまで。すいません。やっぱり合わせてるうちに会ってくるんですよね。出発のちょっと良くないんだけど。ほんまそのまま行ってちょうだいね。20いるな。20いますんで。はいはい。結構周りさんの感じをするね。さすがこれ一大イベントですか。一大イベントですね。何人来るんですか。400人です。します。どうぞ。順番は、はい、入ってください。
していただきありがとうございます、皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。お寺です。今日はこの雨の中、たくさんの方々が集まっていただいて、感謝しております。素敵な作品にしましょう。よろしく。目の前での演奏しか緊張しますね。やっぱり普段芝居するときに弾くときより緊張します。確かにそうだね。芝居するときより全然緊張するね。なんかすごいできてたですよね、本当に。それがね、ちょっとできなかったりするよね。どうしよう、いい感じのアフレコルームでのどうしよう、そう感覚がね、ちょっと違うんだよね。でも実際上手くなったよね。俺このパイロットの時に比べてすげえなと思う。あの時よりは確実に絶対上手くなったよね。うん、バイオリンやっぱ楽しいですよ。確かにだったよ。面白いでしょ。面白い。こんなにね、ちゃんと合うやつじゃないと。そう、すごいよ。なるべく前に出ないと当たるように前に出すよ。